おはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめまして、宇宙人チャンネルのコージです。ということでね、久々のこの挨拶なんですけれどもね、今日もね、早速ちょっと都市伝説の方やっていきましょう。はい、今日はですね、皆さんももしかしたらもうね、ご存知かもしれないんですけれども、あの 5G、 まあ 5G とも言ってるんですけども、まあどっちでもいいと思うんですけども、 5G のね、時代がこれから到来するということなんですけれども、実はこの実証実験がですね、オランダの方で行われたということなんですけども、このオランダでですね、不可解なね、出来事が起こったということでですね、ちょっとその辺をですね、今日ピックアップするのと、あとはですね、つい一昔前、つい一昔前ってなんか言葉おかしいけど、ちょっと前に話題になってたですね、中国の爆買いっていうね、現象があったじゃないですか。あの中国の爆買いの、その後ですね、今実際何に使われてるのかっていうね、とこ気になりますよね。そこがですね、だんだん見えてきたので、その辺をですね、ちょっとピックアップしてね、お伝えしたいと思います。ということでね、ちょっと前の動画のスタイルに今戻ってるんですけども、まあ、皆さんね、ちょっとコメントで、ここ最近の動画がね、わかりやすいのか、前の動画の方が、宇宙人チャンネルっぽいのか、その辺をですね、ちょっとコメント欲しいんですよ。僕今ちょっとね、僕もこの実証実験やってるので、どっちがいいかね、皆さんのね、意見が欲しいかなというふうに思っています。ということでね、今日は早速、ちょっと昔のスタイルでね、やっていくんですけども、はい、ちょっとね、記事の方を参考に、読んでいきたいと思います。5G の実験中に鳥297羽が謎の突然死、まるで殺人現場のようだったというね、見出しなんですけども、東京オリンピックがね、近づいてきた近年なんですけども、まあその頃のですね、実用化に向けて、5G のですね、インフラの整備というのが今着々と世界中で進められているっていうことなんですけども、5G はですね、次世代モバイル通信と呼ばれていて、通信速度の方が単純計算しても今までの 4G、4G の方とですね、100倍の差があるということなんですけれども、ただですね、この 100倍にね、跳ね上がったこの通信の、速度がですね、まあ、実際に人体にどれくらい影響を及ぼすのかっていうことがですね、まあ、まだ分かっていない面もあるということなんですね。まあ、そんな中で事件が起きたということなんですけれども、ちょっと待ってくださいね。この部屋ね、マジ外のね、車の行き交う音とかがね、マジで入ってくるんですよ。まあ、これでもね、いいのかなっていう感じなんですけども。クオリティがちょっと下がっちゃうんですけどね。まあ、そんな感じで行きましょう。去年の10月なんですけど、オランダのハーグというところでですね、5G の実証実験が行われました。実はこの実験そのものが非公開だったので、今頃出たということなんですけども、オランダ鉄道が将来的な運用を目指して、その近くのデンハーグの駅内にですね、5G のアンテナを設置していて、その通信エリアの確認と駅中の周辺にある機器にどれくらいの影響が出るかっていうのをチェックする実験だったということなんですけども、実験の同時刻に近隣のハイゲンスパルク地区という公園なんですけども、その公園で不可解な現象が起きたと。木の枝に止まっていたムクドリが次々と墜落し始めたということで、ムクドリ以外にもですね、池で泳いでいたカモが一斉に頭を水中に突っ込んだり、我先にと飛び立ったかと思うと少し離れた地面や、水路に急降下したり、まあ、不可解なね、行動を取ったと。で、驚いたことにですね、落ちたムクドリというのはですね、みんなその場で息絶えてしまったということなんですよ。その数の合計が297羽ということなんですね。で、その錯乱していた鳥の死骸はすぐに撤去されたということなんですけど、現在はですね、公園の一部は人も犬も立ち入り禁止となっているそうなんですけども、まあ現在はね、またちょっと治って入れるのかもしれないんですけども、まあ去年の10月の時点ではそうだったということなんですね。この事件を受けてですね、オランダ食品消費者製品安全庁、ね、すんげえ言いにくいんですけども、バーヘ人間生物研究学所に、死亡した鳥の解剖結果を依頼したと。で、その鳥のですね、2体にですね、内出血は確認しましたが、それ以外は確認できなかったと。そして毒物等も検出されなかったと。いうことなんですけども、その地区のですね、鳥の保護施設があるんですが、そこのスタッフの方が見たところですね、鳥たちは病的に痩せ細っているわけでもなく、集団的に心不全という事象は考えられないということをですね、お話ししているということなんで、まあここでね、まるで殺人現場だったというふうに回想しているということなんですけども、オランダのですね、動物愛護党のロバート・パーカーという、ね、議員がいるんですけども、ムクドリの体内からは何の病原体も発見されず、血流も良好、来るべき冬に備えて健康そのものだったわけです。唯一納得のいく説明があるとすれば、 5G の実験でマイクロ波が鳥たちの心臓を止めたということでしょうと
ということでお話をしているっていうことなんですけども、このね 5G に関するまとめサイトとかをですね、創設しているジョン・クルスという人物がいるんですが、まあ、その方のですね学術的な論文というものがですねここにまとまっているということなんですけども、ここにですね非電離マイクロ波の生物学的影響というね、論文がねここにあるということでですね検索して確認することをですねお勧めしていると。はい、そしてですねまあこれをちょっとね僕見てみたんですけども、一部のですね不規則なパルスのマイクロ波とね非常に強く反響し合って、まあ臓器とか器官に対するですね生物学的影響があると、証明されているっていうことなんですね。もちろんですけれども全てが証明されているわけではないんですけども、このマイクロ波がね人体に与える影響っていうものをですねまあ見えない部分で、そこはですね、まあ、影響しているんじゃないかということなんですね。まあマウスを使った実験とかですね、まあいろいろやってるんですけども、まあこのマイクロ波っていうのはですね、まあ人体の影響っていうのはさほど確認されてないというかですね、多分人体で実験してないから多分そういう風になってるんだと思うんですけども、一応そのマウスとかにね、実験するとですね、まあ多少なりともその生物学的な影響があるということなんですね。まあこれからですね、この 5G っていうのはどんどんまあ広がってくるし、2020年とかねそれ以降に向けてですね、まあインフラの整備っていうのが着々と進められるんですけども、まあ一方ではねこういった人体の影響っていうのもね確実に存在しているということでですね、この辺をどう克服していくのかということでですね、まあここが問題視されているってことで、まあもちろんですけどもこういった話題というのはですねニュースね、テレビとかのニュースではなかなか取り上げられないんですね。でまあこれはですねやっぱり政府とかも含めてこれからキャッシュレス化を進めたりだとかいろんなねテクノロジー社会をこう反映していく街づくりのためにですね、まあなかなかこういうね議論を生むようなですね話題というのはね避けてるのかなという一面もあると思うんですよね。ただまあインターネットっていうのはねまあこういった時にこそですねまあ皆さんで議論しようじゃないかということでですね、まあ僕はちょっと取り上げさせていただいたんですけども、まあ都市伝説が好きな人だったらねこの話題ってもう知ってると思うんですけども、まあね、5G というのはね、まあ確かに僕らにとってはかなり便利ですよ。で、僕もね、そんな便利な社会を来ることに関してはですね、もうかなりね、こう期待感とかいろいろあるんですけども、まあ反対にね、やっぱり見えない部分でどれくらいの影響があるのかなっていうのはですね、僕も科学者じゃないし、わからないから、ちょっとその辺はね、こう、ちゃんとこう正式に発表してほしいですよね。寝てる時とかにですね、こう頭の近くに、まあ携帯電話を置いとくとですね、まあ、そこでこうなんか電磁波にやられてどうのこうのみたいな話とかよくあったりするんで、まあ、そういうのも含めてこれからねその100倍近いね電磁波が飛び交うことになるので、まあ、その辺はちょっとなんか本当にこう研究をちゃんとした形で発表してほしいかなというふうに個人的に思ってるということなんですね。はい、ということでですね続いてなんですけども中国のね爆買いの話ですよ。もう何年前かわかんないですけども、まあ、一時期ね流行ったじゃないですか。で今はですねもう中国の爆買いっていう現象がですねなくなってきたんですけども、まあ、いわゆるそれはどういうことかというと、もう用済みになったというね、ことだと思うんですね。でこの中国の爆買いの現象というのはですね、まあ、いろんなものが、ね、商品があったんですけども、その中でもですね掃除機、これをですね爆買いしてたわけなんですけども、これがね先日ですねたまたま見てたらですね、その映像が流れてきてですね中国のとある工場でですねそのルンバの特性を生かしたですね無人の工場がね出来上がってるっていうことでね、大量にね買ったルンバとかの、中のね、機械をそのままそっくりね入れ替えて、別のものに転用してですね、使っているということで、その工場がですねかなり大規模な工場で、もともと本来だったら、そこに人件費とかね、まあ、いろんな人をこう雇ったりして大変な作業っていうものをですねもう今はですねそのルンバみたいなものをですねその特性をそのまま生かしたですね、物を運ぶねロボットなんですけども、そのロボットがですねまっすぐ行ってね、その場にこう物を置いてくるとかね、仕分けのね専用の穴にですねこうポンとこう入れるみたいな、そういったことがですね可能になっているということなんですね。ただ単にですね中国の個人的な人たちがたくさん来て爆買いをしてたわけではなくてですね、ちゃんとね中国は中国でそういったものを狙って、中国でね大儲けするためにこういったことをね使って、日本の技術をですねそっくりそのまま転用していたということなんですけども、まあね中国の方もねこの動画を見てたら低評価をしたいというね気持ちがあると思うんですけども、これは事実ですからね。だから中国は
そういったことでですね、日本の技術をこう盗むのがうまいんですよ。で、もちろん日本だけじゃなくて、いろんな各国のね、アメリカとかもそうですし、まあ、そういったものとかもですね、こう盗んで、独自のね、オリジナルのものに多少ね、こう変更した形で、それをですね、経済をね、成り立たせてると。だからですね、ここ最近ちょっと中国経済がですね、かなりちょっと危ないと、危険視されてるんですけども、まあこういったことも含めてですね、やっぱ基本的な中国のこの体質というものがですね、今後なんか浮き彫りになってくるんじゃないかなというふうに個人的に思います。ということでですね、本日は以上とさせていただきます。もしよかったらですね、グッドボタンとですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、皆さんのね、コメントをぜひお待ちしております。まあ今日がですね、前のスタイルなんですけども、それとですね、ここ最近のちょっと丁寧にしたんですよ。いろんな人の方のですね、意見を聞いた時にですね、もうちょっと丁寧に自分の自己主張なくですね、撮ってみたらどうかと。ね、分かりやすく伝えてくれということがあったんですけども、まあ、それをねちょっとやってみたのと今までのね今日みたいなスタイル、これがね果たしてどっちがいいのか僕には分からないということなんですよね。まあ俺が結局どっちにしたいかって話なんですけど、まあ、皆さんのねちょっとやっぱ意見を聞いてみたいかなというふうに思いますのでよろしくお願いします。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。